木星は、木星か木星属の常緑オダ科木。別名、銀木星という。中国名は経過。講義では、オスマンサスフレイグロンスに属する品種、品種の総称であるが、単に、木星という場合は、銀木星を指すことが多い。樹高は3から6メートルになる。幹は泡バイ色で、樹皮は縦に、裂け目ができる。葉は、 長さ7から15ミリメートルの洋平を持って体性する。洋針は角質で長さ8から15センチメートル、幅3から5センチメートルと金木製より洋服が広く、楕円型で先端は急に尖り、円には荒い細挙子があるが、挙子がなく全円の場合もある。洋脈の主脈は表面でくぼみ、裏面で突出する。下記は9から10月。私有一種で、 花は溶液に束製する。花柄は長さ5から10ミリメートルになる。果敢は白色で4新裂し、計約4ミリメートルになる。おスしべは2個。花には後期があるが、金木製ほどは強くない。果実は角化で長さ1から1.5センチメートルの大円形になり、翌年の春に黒褐色に熟す。中国原産。 庭や公園などで栽培されている。総称の木星として指定している自治体と木星としながらも実質金木星を指して指定している自治体がある。ありがとうございます。